終戦の時、私は終戦の詔勅を親戚のうちで聞きました。と申しますのは、東京都内から離れたところの親戚のうちに私どもの家族が 疎開をしていまして、そこへたまたま私が勤労動員で行っていた海軍の工場から帰っていたのですが、なぜ帰っていたかというと、ちょうど乳房らしい熱を出しまして、そして帰ってしばらく静養していた時期に当たっております。そして詔勅を聞くとすぐまた自分の職場へ帰って後始末をしたのですが、終戦の詔勅自体については私は不思議な感動を通り越したような空白感しかありませんでした。それは必ずしも予期されたものではありませんでしたが、今までの自分の生きてきた世界がこのままどこへ向かって変わっていくのか、それが不思議でたまらなかった。そして戦争が済んだら、あるいは戦争が負けたら、この世界が崩壊するはずであるのに、まだ周りの木々が緑が濃い夏の光を浴びている。ことにそれは普通の家庭の中で見たのでありますから、周りに家族の顔もあり、周りに普通のちゃぶ台もあり、日常生活がある。それが実に不思議でならなかったのであります。それから間もなく神奈川県高座の海軍工廠、つまり勤労動員先へ帰りまして、友達といろいろ話し合った。当時はもう残っていた学生もわずかでありましたが、そこで目にした2つのことが非常に印象が深かった。1つは厚木航空隊その他からどんどん物資やなんかを運んで、兵隊たちがトラックを挑発していってしまう。我々の使うべきトラックも何もない。そういう状態の中で、しかしアカデミズムの連中は非常に意気軒昂としておりました。私どもも周りにおりました、法律学関係のアカデミズムの若い学者たちは、これから自分たちの時代が来るんだ、これから新しい日本を我々が建設するのだと、今こそ軍閥の悪夢が終わって新しい知的な再建の時代が始まるんだと、いわば誇張して言えば金気爵々という様子でありました。私は今も昔も疑り深い人間でありますから、そういう様子を見てて、へえ、そんなもんかなと思っていた。一体知的に再建するって何のことだ、日本の精神的な再建って何のことだ。私がその時感じました疑問は、20年ずっと尾を引いておりまして、やっぱり彼らは何もしなかったんじゃないかというようなことを感じるようになりました。私の今までの反省の中で、20歳までの20年は軍部がいろいろなことをして、軍部のおそらく一部の極端な勢力でありましょうが、それがあそこまで破滅的な敗北へ持っていってしまった。その後20年は一見大変無事な時代が続いているようでありますが、結局これは日本の工業化のおかげでありまして、精神的にはやはり何ら知的再建というものに値するほどのものがなかったんではないか。ちょうど40年、41歳の私はちょうど20歳の時に迎えた終戦を自分の人生のめどとして、そこから自分の人生がどういう展開をしたかということが、考える一つのめどになっております。これからも何度も何度もあの8月15日の、夏の木々を照らしていた激しい日光、その時点を境に一つも変わらなかった日光は私の心の中でずっと続いていくだろうと思います。リルケが書いておりますが、現代人というものはもうドラマティックな死ができなくなってしまった。病院の一室で、一つの細胞の中の蜂が死ぬように、死んでいくと、いうようなことをどっかで書いていたように記憶しますが、今現代の死は病気にしろ、あるいは交通事故にしろ、何らのドラマがない、英雄的な死というものもない時代に我々生きております。それにつけて思い出しますのは、18世紀頃に書かれた「葉隠」という本で、
武士道とは死ぬことと見つけたりというんで有名になった本ですが、この時代もやっぱり今と似ていた。でもう戦国の夢は覚めて、武士は普段から武道の鍛錬はいたしますが、なかなか生々なことでは戦場の華々しい死なんてものはなくなってしまった。その中で、汚職もあれば社用族もあり、今で言えばこの合い火族みたいのも侍の間に出てきた時代でした。その中で白蓮の著者は、いつでもその武士というものは一か八かの選択の時には死ぬ方を先に選ばなきゃいけないということを口を酸っぱくして説きましたけれども、著者自身は長生きして畳の上で死ぬのであります。でそういうふうに武士でもあっても結局死ぬチャンスがつかめないで、死ということを心の中に描きながら生きていった。しかし今の我々は死を描きながら生きているのかどうか、それさえ疑問であります。私の死との一番親しかった時代は戦争中で、戦争が済んだ時20歳だったので、10代の私どもは、いつ死ぬか、いつどうやって死ぬかということだけしか頭の中にない、そういう中で20代まで行ったのでありますが、それを考えますと、今の青年にはそれはスリルを求めることもありましょう。あるいはいつ死ぬかという恐怖もないではないでしょうが、死が生の前提になってるっていう緊張した状態にはない。そういうことで、仕事をやっていますときに、なんか生の倦怠といいますか、ただ人間が自分のために生きようということだけには卑しいものを感じてくるのは当然だと思うのであります。それで、人間の生命というものは不思議なもんで、自分のためだけに生きて自分のためだけに死ぬというほど人間は強くないんです。というのは人間は何か理想なり、何かのためということを考えてるんで、生きるのも自分のためだけに生きることにはすぐ飽きてしまう。すると死ぬのも何かのためということが必ず出てくる。それが昔言われた大義というものです。そして大義のために死ぬっていうことが人間の最も華々しい、あるいは英雄的な、あるいは立派な死に方だというふうに考えられている。しかし今は大義がない。これは民主主義の政治形態というものは大義なんてものいらない政治形態ですから当然なんですが、それでも心の中に自分を超える価値が認められなければ、生きていることすら無意味、ことすら無意味になるというような心理状態がないわけではない。ことに私自分に帰って考えてみますと、死を、いつか来るんだと、それも決して遠くない将来に来るんだというふうに考えていた時の心理状態は今に比べて幸福だったんです。それは実に不思議なことですが、記憶の中で美しく見えるだけでなく、人間はそういう時に妙に幸福になる。そして、今我々が求めている幸福というものは生きる幸福であり、そして生きるということは、あるいは家庭の幸福であり、あるいはレジャーの幸福であり、楽しみでありましょうが、しかしあんな自分が死ぬと決まってる人間の幸福ってものは今ちょっとないんじゃないか。そういうことを考えて、死というものはじゃあお前恐れないのか。それは私は病気になれば死を恐れます。それからがんになるのも一番嫌で、考えるのに恐ろしい。それだけになんか、もっと名誉のある、もっと何かのためになる死に方をしたいと思いながらも、結局ハガクレの著者のように生まれてきた時代が悪くて、一生そういうことを思い暮らしながら畳の上で死ぬことになるだろうと思います。